てててて、イェイ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 、優しくて明るい面白い男の子、ヒロキでーす。ヒロキ。ハロロー、ヒロヒロー。はい、どうもこんばんは、YouTuber、ヒロキでーす。今回はね、僕の成人式の話をしたいと思います。まあ成人式はね、誰も彼もが二十歳になったら、祝福する、行事と言われておって、まあ毎年ね恒例の、まあ、行事なんですけど、僕ね、あの成人式まあやりました。僕まあこれまあ去年の話なんですけど、僕がまだ二十歳でして、で初めての成人式だったんですよ。で緊張しました。めちゃくちゃ緊張しました。人がものすごい多くて、一つあの成人式なのに、人がものすごい多い、なんかお祭りみたい、なんか お祭りな感じで、なんかたこ焼きとか、あのうどん屋とか、あのお麺屋とかあって、めちゃくちゃありました。でもう疑問に思ったんですけど、僕が行った成人式はめちゃくちゃおかしいなと思いました。あのだいたい成人式の中になんか祭りみたいな感じで、成人式と祭りがマッチしたようなあの感じでしたね。僕の行った成人式はもうものすごいね、迫力があるといい。僕が行った成人式は祭りと、成人式が組み合わさった、マッチした夢のコラボレーションみたいな、マッチしたなんか感じでしたね。あら、そんな感じ でして、なんか人がいっぱい多くて、でわけわからん、成人式なのか祭りなのかはっきりしてほしいぐらいなんか感じだったので、めっちゃ恥ずかしかった。でまあ僕まあ その時はまあ成人式で、でみんなから祝ってくれるんです。で僕まあみんなの前で出てきて、なんか発表したんですよ。で みんなが大勢おる中で発表したんですよ、成人式のなんか紙みたいな、僕は成人式になりましたっていうあれを1時間ぐらい読まされました。結構長い、もう緊張しました。緊張しまくりました。もう恥ずかしかったです。もうちょっとね、笑ったんですけど、めちゃくちゃびっくりしました。あとね、もう一つがね、びっくりしたところがね、みんな成人式の、まあ普通成人式の行事は、成人式の、まあ、スーツっぽい服着るじゃない。が、お祭りの時とかね、行事があったら。で、そうじゃなくて、僕の成人式は、僕、まあスーツなんですけど、あとのみんなが、お祭りの豊かとか、スーツとか、もういろんなわけがわからん。なんか衣装を着て、これは、お祭りか、成人式か、お祭りか、成人式か、もうわけわからん。もう、なんか人それぞれ、僕はまあスーツ行ったんで、僕は、成人式は、まあ、主役として、まあスーツ着たんですけど、他のお客さんがスーツ着とる人とかおって、で中には お祭りを着とる人とかおって、あとはなんか変 なんかスーツみたい なんかもうどうでもいいっていうなんかもう雰囲気でしたね。で雰囲気もなんか僕初めて行ったんで、まあなんか結構これが成人式かなと思って初めて見ました。で、まあ、僕、まあ、去年だったんですけど、まあ、去年の、まあ、2月か1月ぐらいだったんですけど、僕が主役で、僕一人が主役で、めっちゃ恥ずかしかったです。僕が主役で、僕はまあ主役なんで、まあ、スーツ着たり、まあ、スーツ着て行ったんですけど、で、あとのみんなが、お客さん、まあ、お客さんが、まあ、ね、で、まあ、スーツ豊か、もういろんな服を着とって、めっちゃびっくりしました。もうこんなんかあって、
雰囲気もちょっと初めて行くもんでもうびっくりしました。で集合写真を、ね、撮ったんですけど、まあ、僕が主役で、まあ、僕が前で、まあ、写真を撮ったというわけです。めっちゃね成人式はまあ、みんなも、まあ、これから二十歳になったら行くんですけど、成人式僕も初めて初成人式をね経験した男だったんでちょっと緊張しました。みんなもねこれからね成人式はやってくると思います。で成人式がやってきた時にね緊張せずに、頑張って胸を張っていこう。僕もね頑張って胸張ったんですよ、みんなの前で。で緊張しました。もうみんなの目線が僕目が僕の方に向いてもうびっくりしました。一瞬なんか怒られるかなと思って、説教されるかなと思ってもうびっくりしました。であれだけはねやめてほしいっすね。僕が行った成人式は、まあ、僕は主役もちろんなんですけど、あれだけはやめてほしい。成人式なのかお祭りなのかどっちやねん、成人式なのかお祭りなのかどっちやねんと思いましたね。もう僕が初めて行った成人式は、まあ、場所はまあまあいいんですけど、みんなが着てる服とか格好とかはもうバラバラ。成人式のスーツとかお祭りみたいな豊か姿とかみんなバラバラ。普通の成人式だったらもうみんなが主役もみんなが含めてスーツ着るんですけど、主役の僕だけスーツで、あとのみんながお祭りの豊かでスーツで、わけわからん。もうはっきり言うけどわけがわからん。何がしたいねお前らっていう感じでしたね。でまあ、場所はいいんですけど、舞台がなんか結構雰囲気がお祭りっぽくて、成人式なのになんかたこ焼きとか、 なんかお好み焼きとか、 なんか屋台を出しとって、まあ、何個ぐらい、まあ、僕も初めて見たんですよ。びっくりしました。屋台があるやないかーいってびっくりした。びっくりしました。もう緊張しました。で絶対おかしいと思った。成人式なのにお祭りの行事を開いて、これはどうもおかしい。僕は夢でも見たのか。もう本当だったんですよ。もうガチでした。僕が行った成人式はめちゃくちゃおもろい成人式でした。でみんながね祝ってくれました。広川成人式おめでとう。まあみんなで集合写真撮ってね、一日ねすごい楽しかったです。以上。わうわう、広くかっこいい、広くかっこいい、最後まで見てくれてありがとう、最後まで見てくれてありがとう、広くかっこいい、ラブ、 thank you。